つららーん。はい、毎度、ご視聴つららん、あざっかやつららんの職人、しょちんでございます。今週も一週間お疲れ様でした。寒い！寒ない今日。なんかね、11度ぐらいしかないみたいですね、今日ね。寒い。皆様、風邪などひかないようにね、気をつけてください。さ、今週はね、またね、多いんですよ、投稿いただいた数が。ありがとうございます。制作を伴った投稿っていうのが多いので、結構こう高頻度にね、週1でやってるので、なかなか制作が追いつかずに、投稿ができなくなる週もあって、ちょっとね、作品数が落ち着く週もね、あるにはあるんですけど、でも企画としては十分存続できる数の投稿をいただいてね、今週は特に多かったです。ありがとうございます。見応えバッチリですよ、今回は。投稿くださった方々ありがとうございました。この企画はですね、皆様の投稿だけで成り立っている、企画ですので、よければ皆様へのリスペクト、それから感謝の気持ちを込めてグッドボタンをこの動画に押してくださるとありがたいです。誰でもね、投稿できる、企画ですので、よければ最後にね、投稿の仕方も、動画として残してあるので、よければそれを参考に皆さん振るってご応募くださいね。ご応募じゃないな、投稿くださいね。いや、このね、企画だけはね、頑張ってね、再生数を伸ばしたいなと思ってます。毎回5000回ぐらいは、行きたい。とりあえずの目標。やっぱ皆さんに見てもらえば見てもらえるほどな、チータな。交流も深まるし、やっぱ見てもらった方が嬉しいですしね。頑張るな、チータな。5000回目標やで。はい。というわけで、本日の第1投稿目から紹介していきましょう。第1投稿目は、こちらの方です。じゃん。はい。1投稿目は、ふうたさんからの投稿でございます。ありがとうございます。はじめましての方でありがとうございます。ふうたと申します。ちょっと気になることがありまして、しょうちんさんはよく様付けで呼ばれてますよね。よくではないですけど、一部のちょっとね、頭のおかしい方たちからね、はい。呼ばれてますね。しょうちん様だったり、しょう様だったり、様付けされるなんてよほど敬愛されてるのかなと思いながら見てます。そうですね。ありがたいことですけどね。ちょっと心配になりますね、僕からすると。絵の説明は分かりやすいし、お母様とのやりとりは、目を止まんないみたいで楽しいし、入浴シーンはセクシーだし、見てくださってるんですね。Vlog の方もありがとうございます。アンチいないのもすごいですね。アンチ軍団が来たことありましたが、あれは適当に突するやからなのでね。アンチ軍団の一人を視聴者にしちゃったのもすごい。視聴者なんかな、あの人ね。うん、ありがとうございます。やっぱり、しょうちんさん人柄なのかな。絵は描かないけど、つい見てしまうのはなんでだろうと思っていましたが、しょうちんさんを見たいからなのかもしれません。ありがとうございます。嬉しい。そんなこと言っていただいてね。これからも応援してます。僕も、世界のしょうちんのファンです。ありがとうございます。世界か。世界行っちゃったか。ありがとうございます。嬉しいです。とりあえずね、北陸一を目指そうかなと。はい。難しいよ、北陸一も。アンチいないんですかね。わかんないですよ。もし、そのね、アンチの一人が、現れたら、それに追随して、ブワーって現れるもんなので、僕もね、やっぱ言いたいことを言ってる性格なので、まあ、嫌いな人もいると思うんですね、正直。まあ、今のところね、ほんとね、言い方たちばっかりで、ありがたいですね、本当に。ふうたさんもありがとうございます。こうやって伝えていただいて嬉しいです。またこれからも頑張っていきますのでね、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、続きまして、レモングラス07さんからの投稿です。いつもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今回はイラストのような透明水彩と、イラストのような透明水彩、レンガの折りキャラを描いてみました。ファーストウォッシュだけの背景がなんか物足りないです。折りキャラはツイッターに上げた時に、ショーママに似てると言われました。あっちも似てると思います。日曜 Vlog のママ様ひどい方の似顔絵をこれに変えてもらおうというコラボ企画を考えました。よろしくお願いします。あー、そうかそうかなるほど。じゃあちょっと審査しましょうね。これから見る絵でね。変えるかどうか、その僕の似顔絵を。じゃあ、やってみましょう。1枚目が似てるってこと？ 2 枚目が似てるってことかな？ペン画の折りキャラ。はい、じゃあ1枚目見てみましょう。おー！これはなんか誰かを見て描かれたのかな？どっちも折りキャラってこと？イラストのような透明水彩とペン画の折りキャラやから、これはペンじゃないから、これはイラストのなす透明水彩ってことやから、なんか見られたのかな？これレモングラスさんなんちゃうの？これ。ね、猫ちゃんをこう撫でる手がいいですよね。優しそうで。雨の日にね、野良猫なのかなこれね。でも透明水彩のね、塗り方すごくいいと思いますよ。この、柔らかい地面のね、このぼかしなんかはこう、優しいんですけど、このね、人物をこう塗ってる服の感じとか、かすれ生かされてたりしてね、質感まで出てますよね。あとこの髪の毛の塗り方もいいですよね。この、ぼかしって。で、なんか黒使わずにね、ぼかしでこう柔らかく塗られていて、すごくいいと思います。猫ちゃん可愛いしね。結構シンプルな描き方やと思うんですけど、全体的な構成まとまってますしね、すごくいいと思いますけどね。傘のこの面的表現がいいですね、このリズムを与えてて。傘があることによってこのね、画面引き締まってると思います、この絵は。
はい、じゃあ2枚目見てみましょう。これが正真は似てるってこと？残念！コラボならず。こんなね、可愛らしい顔してないです、うちの母親。こんな目大きないしね。雰囲気そんなイメージあります？うちの母親。ちょっと見せたいなぁ。全然こんなんちゃうよ。やっぱりね、似顔絵というのは似てるというところがポイントでありますから、僕のやっぱり絵の方が似てるんですよね。ひどい方の顔。だから変えません。残念。イラストとしてはね、すごくまとまりがあると思います。というか、これオリキャラなんでしょ？イラストも描けるんですね、この目の描き方とかね。お上手や。猫はこうチーピーなのかな？後ろ姿がなんとも可愛い。塗り方とかすごくお上手になりましたね、でもね。透明水彩の。ベターっと塗るんじゃなくて、ちょっと水をね、活かしてバックグラウンドとか効かしてるんちゃいます？この方のところとかね。光感じますしね、後ろからの。いいじゃないですか。どんどんお上手になられてますね、本当に。ありがとうございました。でも、承知ママの顔は変えれないかな。こんな可愛くないもん。詐欺になるからね。はい、レモングラスさん本日もありがとうございました。また、素晴らしい投稿してくださいね。ありがとうございました。はい、続きまして、シーポンラーポンチャンネルさんの投稿でございます。ありがとうございます。ひょちんさん、皆さん、こんにちは。こんにちは。実は最近新しい家族、犬を迎えまして、あ、そうなんですね。前回の掲示板は書く時間がなくて送ることができませんでした。で、今回はその新しい家族を書いてみました。あー、そうなんですね。6月にラーポンを亡くして悲しみに暮れる私たちの朝の光になってほしいという願いを込めて、暁という名前を付けました。いいですね、暁。かっこかわいい。ジャーマンシェパードの女の子、あ、女の子なんですね。女の子で、生後2ヶ月。シェパードというと気がつけのイメージで豪快な感じがするんですが、また子犬なので耳を立ってない垂れ耳の可愛い子ちゃんです。あ、そうなんや、あれって、どんどん立ってくるんですか、耳。シェパードやっぱ賢いですからね。そうなんや、新しい家族が。真っ黒な顔に茶色の丸お眉なんですが、塗るのがすごく難しい。ああ、確かに。正直どう塗ったら正解なのかわからないまま終わった感じです。しばらくスケッチしまくって勉強しようと思います。いいですね、なんか身近にモデルがいるっていうのはね。動物好きな人でも自分で飼えない方は、写真とかを参考に描くしかないんですけど、身近にこうモデルがいるとね、たくさんスケッチもできますしね。ぜひぜひ愛情を深めながらね、描いてってくださいね。はい。では、画像を送っていただいております。かわいい。めっちゃかわいい。シーポンラーポンチャンネルさんの画風でね、僕一番印象的なのが目ですね。目が全部優しいんですよ。で、視線をね、すごく感じるっていうか。うわぁ、びっくりした！チービーびっくりした！やめて！この目なんですよね。これがぐっとこっちに迫ってくる感じがしてね。こう内面がやっぱ現れてると思うんですよ。愛情とか。そういうのがないと描けない目やと思っててね。すごくこれがいいなと思うので、可愛いですね、この垂れ耳がね。で、真っ黒やっておっしゃってたんですけど、そのね、目を黒くすることによって色化っていうんですけど、色のその強さですね。目がすごく強くなってるから、毛の黒さを抑えることで目がより強調されてるっていうね。これ意識されてないかもしれないですけど、絵ではすごく大切なことだと思います。これをスッとできてるっていうすごいですね。あと、この塗り方ぼかしながら塗られてるのかな。この輪郭とかがね、ぼけてたりして、毛並みがね、柔らかく表現されていたりして、すごく上手だなと思いました。バッグもいいですよね。淡く付けられていて。優しい。ねえ、これからね、新しい家族になられて、どんな素敵な絵がたくさんできるのか楽しみですね。なんかこう、絵を通じてね、なんていうかな、普通に単に可愛がるだけじゃなくて、絵を描くとですね、より愛情も深まってくると思うので、どんどんね、描かれてくださいね。可愛いなぁ、この、なんやろな、バックグラウンドとかもいいんかな、この目の周りの、水のね、この遊びっていうか、こういうのがまたいいですよね。水彩の良さすごく出てる、素晴らしいやと思いました。シーポンラーポンチャンネルさん、ありがとうございました。またね、赤月ちゃんとね、これからも楽しく皆さん健康にね、ご家族、過ごしてくださいね。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして、ケイモンクフィッシュさんからの投稿です。いつもありがとうございます。ひょちんさん、ファミリーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今回もいろいろな作品と投稿があり、楽しく拝見させていただきました。ありがとうございます。前回のやつですね。私も投稿すること、ひょちんさんからの優しいコメントをいただくこと、それに加え皆さんの作品からの刺激を受けることの3点を制作のモチベーション維持に使わせていただいています。こういったご意見本当に多くて、この企画がなんか書くきっかけになってるっていう方もね、たくさんいらっしゃってね、もうすごく嬉しいんですね、それ。僕の意図したことの一つなので、それが。なんかモチベーションにね、していただけたら制作もはかどるかなと思って。
嬉しいですね。今回は柿を描きました。前回のリンゴと同様に三原色プラス白で描き始めたんですが、赤色に黄色が負けてしまい、オレンジの色がうまくいかないでトマトか柿かわからないになってしまったので、最後はオレンジのパステルを使いました。あ、なるほど。ショーチンさんも指摘されていましたが、オイルパステルは塗り込むと油絵の具のような質感が出るので気に入っています。確かにあのぬりぬりしてるとこうね、油絵っぽい感じが出るので面白いですよね。次ね、ちょっとね、またね、狙ってるやつがあるので、それ買ったらね、また動画出しますね。ありがとうございます。では、三原色プラス、白プラス、オレンジ。ということでね、柿見てみましょう。秋らしいモチーフですね。じゃん。うわー、もう美味しそう。この柿の質感めちゃめちゃよく出てますよね。そしてよく研究されてるっていうか、うわー、すごい柿やわ。この影の色ね、この、緑っていうんかな、深緑。影って言ってもね、一応に、だからあの水彩画とかでも何でも言うことなんですけど、黒を使っちゃいけないって言われると思うんですけど、いけないというのはちょっと行き過ぎかなと思うんですけど、影ってすごく奥深くて、何についてる影かによってね、色変わってくるんですよ。だから影は黒であるっていう認識を捨てなさいっていうことで、黒は使っちゃいけないっていう、ちょっとね、あの行き過ぎな論理になってると思うんですけど、影をよく見ることが大事ですよね。柿につく影っていうのは確かにね、こういうね、深緑みたいな色してます。これがね、桃につく影やったらね、青っぽくなったりね、あの本当影って微妙な色をするのでよく観察してほしいんですけど、まさにこの色ですよね。この柿のつるっと感やばいですね。これね、白をうまく塗り込めてるのかわかんないですけど、この硬い柿ね、あの売れた柿じゃなくって、硬い柿好きなんですよ、僕。このツルッと感がね、めちゃめちゃいいし、このヘタの部分のね、色の数の多さ。こう近づいてみるとね、ほら、青とか紫とかいっぱいね、こう、三原色を混ぜたりしてね。近づいてみると何かわかんないと思うんですけどね、こう、離れたらちゃんとあのね、硬い、ヘタの部分が表されてて、すごいなと思いますね。ほんとこう、全体を見る力がすごくね、あの、たけてはる方やなと思ってます、ケイモンクフィッシュさんは。背景の色もいいですね、なんかね。緑、この緑好きやわ。ケイモンクフィッシュさん、ありがとうございます。やっぱあの、オレンジ使った方が良かったですね、これね、多分ね。柿っぽい感じが出て。なかなか三原色でね、あの、難しいですね。いろんな色表すのは。秋らしいモチーフ、ケイモンクフィッシュさん、ありがとうございました。柿食べたくなりました。今ちょうどね、あの、散歩してるといっぱいね、鈴なりになった柿がね、なっててね、綺麗ですよね。なんかこう、緑に映える色っていうか。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして、秋圭さんからの投稿です。ありがとうございます。いつもありがとうございます。こちらこそですよ。ショーチンさんの絵が大好きで、ありがとうございます。コスモスの動画を見て描きたくなりました。あ、前回出したやつですね。嬉しい。ちょっと荒すぎかな、でもとても楽しく描きました。ちょうどね、コスモスをね、水彩画で描いてくださったみたいです。僕の動画もね、見ていただいてありがとうございました。どんな作品だったんでしょうか。見てみましょう。うわー、もうこれもまたね、アキさんはね、すごく優しい絵を描かれるんですよ。透明水彩の本当に淡い部分、これをね、表すのがすごくお上手で、これもすごくテクニックを生かした絵ですよね。あすぎかなっておっしゃってましたけどね、コスモスってこう揺れてね、ふわふわこう風にそよぐ優しいイメージがあるので、画風にもよりますけど、すごくこれはいいと思います。めちゃめちゃ風にそよいでる感じしますもん。手前の方はね、割とあの、僕もこれ動画でしたことなんですけど、あの、しっかりこう、コスモスの形出して、緑でこう、ネガティブの形って言うんですけど、コスモス以外の緑の部分を、コスモスをこう、塗り残すように描くことによって、コスモスがこう、前にね、出てきてるように、ここら辺もそうですね、この、ここら辺ね、感じるんですけど、この後ろの方に行くとね、どんどんそれが淡くなって、背景のその緑ともこう、溶け合うような表現になって、コスモス一個一個は描いてないんですけど、あたかも後ろにもずーっとこのね、手前のコスモスが続いていってるようなイメージが、このぼかしによってね、表せてますよね。だピンクが入ってるんですよ、この緑の中にも、このぼかしの中にね。緑の中にピンクが入ることによって、後ろにもこうコスモスが続いていってるっていう。これテクニックですよね。これ全部緑にしちゃうと、あ、手前にしかコスモスないねんなっていう想像力が働かない、絵になってしまったと思うんですよ。上をね、あえて白で残すのもいいですよね。手前ぎっちり詰め込んで。これもテクニックやと思います。あともう一つ、これ葉っぱですよね。コスモスの葉っぱってね、めちゃめちゃ複雑なんですよ。だからあれを見てしまうと、うわ、もうこれ自分に描かれへんってね、尻込みしてしまうと思うんですけど、こう手を抜くんじゃないんですけど、このもやもやしたものとかぐちゃぐちゃしたものを描くときって、もうドーンとね、色で、色のにじみで全体表すっていう
テクニックがあるんですよね。このアキさんもそれをうまくね活用されてて、葉っぱって書いてないでしょ。ほらここら辺にちょっとね若干ほら茎とかつぼみのようなものがねしっかり書かれてますけど、ほぼほぼ葉っぱ書いてないんですよ。色をねにじませてるだけなんですけど、その色のねその緑の中でもその濃い緑の影の部分とか光の当たった部分、緑の色の違いを表すことで、こう引きで見た時にねふわーっとこうあの細いね葉っぱが四方八方に伸びてるイメージがね伝わってくるんですよね。もう水彩画をマスターされてる描き方やなと思います。素晴らしい優しいね色ですね。僕のとは全然違う優しい絵になってね、こんな風に描くのもいいですよね。僕どうしてもねガツンと いってしまいがちになるのでね、優しくやっていくのもいいなと思って、花の優しさ出すのに。アキさん素晴らしい絵でした、ありがとうございます。なんか僕の動画もね見ていただいてね、それから描いてみたくなったとか言っていただいてね、めちゃめちゃ嬉しいですもん。動画やっててよかったなと思いますもん。アキさん素晴らしい、アキらしい絵ね、秋らしいって、ああ、秋の、春夏秋風の秋ですよ。秋らしい。呼び捨てしてるみたいになったから。ありがとうございました。また、素晴らしい投稿お待ちしております。ありがとうございました。はい、続きまして、かーこさんからの投稿です。いつもありがとうございます。今回も投稿させてもらいます。1枚目はリンゴ。日本産ではなく、ニュージーランドの小ぶりのやつです。ああ、ありますよね。なんか可愛らしいやつ。とっても安価だったので、トマトに見えなければいいのですが、2枚目は、白花萩かな？今年は花の月が悪くて家枝がなく昨年描いたものです。話は前後しますが、以前水墨画の野外スケッチの時、随分蚊に刺されて困ってられましたね。あ、見てくださってありがとうございます。前もってドクダミチンキを肌が出ているところに振っておくと大丈夫ですよ。ああ、そうなんですよね。スプレーしとけばよかったなと思って。足は手、足、首筋などに振って草取りしてます。あ、じゃあカーコさんも作られてるんですね。面白いほど蚊が近づいてきても U ターンしていきます。本当ですか？お試しあり。いやー、ちょっとええこと聞いた。あれ2年持つらしいので、ちょっともうね、もうそろそろ蚊出なくなると思うので、次のね、年はね、あれを振って、絶対忘れてると思うねんけどな。スケッチ行きたいと思います。はい、では、見てみましょう。あ、かわいい！いいですね。こう縦に並べてるっていうのがまた面白いですよね、この細長い画面に。なんか、構成的というか、人工的なこの配置じゃないですか。これがまたあえてされてて面白いですよね。トマトに見えないですよ。リンゴに見えますよ。トマトもちょっと平べったいですしね。で、トマトって柔らかいんですけど、リンゴは硬い。この硬さがね、こう線の表情かな、によって出てますよね。いいわ、この影のところにちょっと、ね、リンゴの色が少し滲んでってんのもいいですよね。かーこさんはこれ何に描かれてるんやろ？和紙？ちょっと変わった紙に描かれてますね、いつもね。ちょっとこれ気になったな。滲んでる風にもなってるしね、これね。なんやろ、染み込んでってる感じにも見えるかな。ちょっと厚手の和紙に描かれてんのかなと思ったり。ちょっと水彩画ではできないこの表現になってますよね。この真ん中のあたりなんかよくわかると思うんですけど、このね、色の混ざり合いがね、柔らかいんですよ。これはね、水彩紙ではなかなか難しいと思うんですけどね。気になる。前おっしゃってくれてましたっけね。線がいいですよね、やっぱね、この。この端ペンで描かれてるのかな。かいらしい、ありがとうございます。で、2枚目ね、萩。いいですね、萩。僕も大好きです。白い萩ね、僕あんまり近場で見れないので、ちょっとね、羨ましいですね。見ましょう、じゃん。わー、綺麗！これはいいですね。また横構図でね、萩ってこう横にせり出してね。すぐちっちゃうのが悲しいんですけどね。秋らしい絵でなってますよね。かわいい。これまた、あれですね。ほとんどこの葉っぱも茎も色で描かれてるんですけど、こうちょんちょんちょんとこの入った墨の線がすごく効いてますよね。これでね、結構ね、しなやかなんですよ、茎とかって。萩の。この硬さも出てますよね。いや、お上手やわ。こう離れてみると柔らかい感じなんですけど、こう近づいてみるとね、硬さも出てて、しっかりしたところね。で、花もお上手ですよね。この白い花を表すの難しいんですけど、少しね、なんていうかな、薄、うぐいす色っていうか、黄緑がね、入ってて、花のこの柔らかい白の。感じ出てますよね。あんま描写されてないんですけど、こう、萩が見えてくるのがすごいですよね。なんか、遮断ですよ、やっぱ、かーこさんの絵、いつも。なんかこう、気をてらうわけでもなく、めちゃめちゃ描き込んでるわけでもないのに、そのものの、その本質を捉えた絵っていうかね、素晴らしいと思います、いつも。かーこさん、ありがとうございました。もうね、またね、ドクダミチンキ、振ってね、来年は行こうと思います。素晴らしい、ありがとうございました。また投稿お待ちしております。
はい、続きまして親ぽんさんからの投稿です。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今回は水彩画2つ投稿させてください。すごい、2つ。最近は実物を見ながら描くことが増えました。おお、素晴らしいことですね。絵を描くことに少し慣れてきたのと、ガツガツ描ける体力がついてきたのかもしれません。ああ、いいことですね。いいことや。確かに、絵描くんって体力いるんですよ。集中力もいりますしね。1枚目は台所のバラです。庭のバラを小さな瓶に入れて何気なく置いてあるのが綺麗で、身構えずに描き始めてほとんど立ったまま描いてます。おー、すごい、疲れませんか？大丈夫？2枚目は7つの果物です。お彼岸にもらった果物をそろそろ食べなきゃなということで夜な夜な描きました。こうして絵を描きながらいつの間にか年を取っていることに幸せを感じます。あ、お誕生日だったんですかね。おめでとうございます、親ぽんさん。まあね、絵を描くっていうのはね、すごく充実した行為なので、そういうことできてるっていうのも幸せなことですよね。透明水彩を始めた頃、しょうちんが描き続けてくださいねと言っていた言葉がずっと残っています。続ける秘訣は楽しむことですね。そうです、本当にその通りです。いつもありがとうございます。こちらこそです。やっぱね、描くのが大事ですよね。まあプロを目指されてるとかそんなんじゃない限り、描きたい時に描くのがいいと思うんですけど、なかなかね、絵って続かないんですよね。結構絵をやり始める方多いと思うんですけど、続かないんですよ。でなんかこう折に触れて特別なもんじゃなくてもいいから、そこら辺のもんでもいいから描くっていうのがね、ポイントかなと思ってます。だからすごくいいことだと思いますよ。そうやって果物を描いたりね、身近にあるもの。はい、では見てみましょう。作品2作品いただきました。じゃあ台所の花から見てみましょう。わー、綺麗。これね、親ぽんさんね、素晴らしいと思ったのが、いつもね、親ぽんさんってね、すっごく観察力が深いので、めちゃめちゃね、細部に至って、神経をね、張り巡らして描かれてる感じが、いいっていうかね、親ぽんさんの魅力でもあったと思うんですけど、今回これで思ったのはね、すごくラフな描き方をね、体得されたなと思って。またね、ちょっとね、親ぽんさんの描き方がね、まあ、これがいいとか悪いとかじゃなくって、ちょっと変わったなと。こういう描き方もできるっていう風になったんじゃないかなと思ったんですよ。黄色い花描くのってすごく難しいんですけどね、ちゃんとバラの行方にも重なったこの感じがね、親ぽんさんで言うたら、その筆数少なく表してるんですよね。この花、葉っぱのとことかも、以前の親ぽんさんの描き方だったらね、もっと影にね、この肉薄していってね、あそこの影まで描くかっていうぐらいまでね、描いてたと思うんですけど、割とね、こうささっと描かれてますよね。そこの瓶の描き方ですよね。これはすごい。あんまりね、筆数重ねられてないと思うんですよ。このね、水の入ってるとことかどうですか？このバックランみたいなね、にじみで薄くされてて、そこに水が入ってることがわかるんですよね。背景なんかもそうですよね。あんまりこれ塗られてないと思うんですよ。ザザザっと描かれてて。いや、これちょっとびっくりしましたね。うわ、すごいと思って。まあ、それがいいとか悪いとかじゃなくって、いろんな描き方できるっていうのに僕憧れてるんですよ、僕自身はね。だから5分与えられたら5分なりの描き方、1時間与えられたら1時間なりの描き方ができるのがかっこいい、素晴らしいことやっていうのが僕の中であるので、いろんな描き方できるっていうのはね、すごくいいと思うんですよ。これはね、またね、違う一面見せてくれた絵としてね、ちょっとびっくりしました。素晴らしいです。はい、では2枚目見てみましょう。果物ですね、お彼岸に。うわー、これもいいなぁ。これは自分で並べられたのかな。この丸のモチーフだけじゃないですか。こういうものの構成って意外と難しいんですよ。僕もね、これね、デッサンするときとかもそうなんですけど、配置にすごく迷うことがあって、ちょっとした重なりによっても違うじゃないですか。このキウイがこう、オレンジに重なってるか重なってないかでも違うし、なんか一直線に並んでしまって面白くないですよね、接地面が。うまくバランス取れてますよね。しかも美味しそうやわ、秋の。ていうか、いいな、果物。いやー、こんな果物あったら、描く前に食べてしまいそうですけどね。メロンとか、ええわ、美味しかったかな。果物ってね、結構重いんですよ、水分含んでます。ほとんど水分やって言われますよね、果物って 70% ぐらいが。この重さがね、よく表れてると思います。このメロンの描き方も上手やな。この描き方はもう水彩が慣れてる人しか描けないですよ。普通、これ、メロンをね、目の前にすると、どう描いていいかわからないと思うんですけど、ちゃんとこのタッチをね、白いところ、白い筋みたいなところありますよね。あそこを描くんじゃなくて、それを塗り残す感じでね、鍵を入れてることで、メロンのゴコゴコした感じで出てますね。いや、これもね、手抜いて描かれてます。このキウイの質感すごくない？やばくない？これキウイや。このね、毛の感じまで出てるのはなんでやろな。不思議。これも割とね、塗り重ね少なく描かれてますね、親ぽんさんにしてはね。
ね、見られた方もいるかな、柴崎先生の添削に選ばれた絵、あれもあの果物、同じ果物を描いた絵なんですけど、あれから一歩ね、もうちょっとこうあの筆数を少なくして描かれてる絵ですよね。素晴らしいです。あ、柴崎先生のね、果物のカゴに盛られたやつ見てくださいね。親ポンさん選ばれたやつです。はい、というわけで親ポンさんね、素晴らしい絵2点ありがとうございました。なんかちょっとね、ステップアップって言っていいかわかんないですけど、また違う一面が見れてね、僕嬉しかったです。どんどんね、いろんな描き方をね、これからされてね、成長されていくんだなと思って、ありがとうございました、親ポンさん。そしてお誕生日おめでとう、あ、お誕生日ありがとうございますって言いそうになった。お誕生日おめでとうございます。果物をね、描いてね、過ぎていく1年いいじゃないですか。特別なことがなくてもね、まあ、生きてるだけで良しとしましょう。生きてるだけで丸儲けってね、僕ね、結構座右の銘ない僕ですけどね、いい言葉やなと思ってるんですね。生きてたらいいんですよね、とりあえず。ありがとうございました、ヤポンさん。また投稿お待ちしております。はい、続きましてにゃんこさんからの投稿です。ありがとうございます。しょうちんさん、こんばんは。こんばんは。いつも皆様の素敵な絵拝見させていただいてます。ありがとうございます。恥ずかしいのですが、初めて描いたさくらんぼです。数年前にパステで描いたものです。ということでね、あの過去初めて描かれたさくらんぼの絵をね、過去絵という形で投稿してくださいました。ありがとうございます。では見てみましょう。縦に合わせてくれてるんでね、ちょっとね、見づらいかなと思うんですけど、多分横ですよね、これね。あの透明な器に盛られたさくらんぼやと思うんですけど、これなんか初めて描かれたって投稿される方多いですけど、ほんまかなって疑ってしまうぐらいこれも素晴らしくって、このさくらんぼの艶感はね、もちろんのこと、この透明のこのガラスの質感ですよね。こんなの対比を作っててね、うまく上手ですよね、ほんま。影の入れ方とかも、このパステルをね、こう指でぼかされてると思うんですけど、優しい雰囲気にね、描かれてて、絶対初めてだと思いますよね、これね。さくらんぼ、さっきからもう果物ばっかり食べたってくるわジューシー、ジューシーやで、これこのさくらんぼ、美味しそう。柔らかいとこと硬いところのこう質感表現っていうのは第2ステップっていうか、まず初心者の方って形をそのまま捉えるっていうことだけに集中して、質感まではね、こう意識が及ばなかったりするんですけど、にゃんこさんの絵はこの質感まで表現できてますよね。だからやっぱセンスが終わりなんやなと。最近は絵描かれてるんですかね。ぜひぜひね、絵続けてほしいですね。めちゃめちゃお上手でした。びっくりしました。にゃんこさん、いつもね、見てくださってありがとうございます。ぜひぜひね、この掲示板も通じてね、皆さんで絵を描く感じで、たくさんね、楽しく絵を描いてくださってありがたいかなと思います。投稿ありがとうございました。また投稿お待ちしてますね。はい、続きまして、リガさんからの投稿です。いつもありがとうございます。しょうちんさん、皆様、どうもどうもです。どうもどうもです。しょうちんさんのツイッターのツイートで見て、知り、一目惚れ。翌日、早速買いに来ました。すごい。翌日っていうのかな。どんだけ嬉しいねんっていうその帰りに近くの川でスケッチ、気持ちいい天気だったので動画撮影しました。出会ったばかりの可愛い推し、うちの子もしょうちんさんの Vlog に負けてないと思うの、気に入ってます。ありがとうございます。ということでね、動画を投稿いただきました。見てみましょうね。何のことか分かんない方もいると思うんですけど、ちょっと見ていただいたら分かると思います。はい、では見てみましょう。いきます、スタート。アヒルちゃん、海の似合うアヒルになりたかった。あ、かわいい、回ってる秋晴れの空、いいなぁ、景色が、すがすがしい風、好調に回転するプロペラ、くるくるくる、あ、なんか揺れてるよ落ちたいや、かわいい、めちゃめちゃかわいいじゃないですかこれね、なんかね、変にね、プチブームになってるんですよ。僕の持ってるやつは、てか持ってるってか、僕買ったんちゃうんよ。勝手に母親に自転車につけられてたんやけど、赤ヘルのやつね。赤いヘルメットのやつ。で、これ3種類なんか色があるらしくて、ギガさんは青ヘルやったんですけど、僕は赤ヘルで、もう一個ね、グレーのやつがあるんですよね。それもなんかおしゃれですよね。かわいい。いや、まさかそんな気に入ってもらえるとは思ってなかったので、その他にもね、何人か買ってくださってる方もいてね、もうびっくりですわ。ちょ、これ流行らしますなんかね、セリアさんにで僕は買ったんですけど、僕買ってない、僕はハワイに買ってもらって勝手につけられてたんやけど、ハワイにつけられたんですけど、ダイソーにもね、サイクリングコーナーに売ってるみたいなので、よければもし興味ある方はね、あるか分からんけど、ぜひぜひ買ってみてください。面白いねはい、だけギガさんありがとうございました。もうね、プロペラアヒル同盟組みましょうね広めていきましょう、これ布教していきましょう
楽しい投稿ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして田舎の萌ちゃんさんからの投稿です。ありがとうございます。ちょうちんさん、はじめまして。はじめましての方、ありがとうございます。孫が2人いる60歳のおばあちゃまです。おばあちゃま、つぼがは初めてしょうちんさんのファンになりました。あ、嬉しい。過去の動画も拝見させていただいてます。ありがとうございます。長文ですみません。初めてのお便りで僭越ですが、自画像と見本をお送りします。私が高校の時の担任の英語の先生が水墨画を描いておられました。英語の先生が水墨画を。卒業後も水墨画教室に誘っていただいていましたが、ずっとお断りしていました。あれから何十年も経過して、先生がご病気になられて、この5月退院なさったことを聞いて、定期の展覧会で先生が最終日に会場に来られる時間にお会いしに行った時、細く小さく44年前のお姿と比べて随分元気がなく見えました。ああ、そうなんですね。でもまあ退院されてよかったですよね。まさにこの時の体重33キロです。うわっ、ねえ、ガリガリじゃないですか。でも展覧会するぐらいやっぱりね、制作意欲はすごいんですよね。元気になられて、今度こそ私に水墨画を教えてくださいねと励ましたつもりだったのですが、水墨画教室に入るのね。会長さん、この人水墨画教室に入るからと先生の鶴の一声、隣にいらっしゃった会長さんに当てていただき、考える暇もなく60歳を節目にとうとう水墨画を始めることになりました。ちょっと強引ですな。新しく墨も筆も買いました。硯は先生から立派なものを頂戴いたしました。先生が中国を訪問なさった時の記念の品らしい。そんな大事な硯をいただいた関係でやめられずもうやめさせへんというね、作戦かもしれませんね。今先生はこの水墨画教室の名誉会長で、引き続き療養中ですが、実際に教室で指導してくださる会長さんがとても褒め上手な方。ああ、そうなんですね。初めてまだ数ヶ月の私の作品の良いところを探して褒めてくださり、できた作品を時間の後半に、黒板に貼り出していろいろ丁寧に指導してくださいます。ああ、それ親切ですね。いいところですよね。秋になり、会長さんの勧めで文化発表会で自画像を出すことになりました。1枚の写真から自画像を5枚も描きました。おお、すごい。そのうちの一番よく描けた1枚を選んでもらい、指導をしていただき、加筆して、もうこれ以上上手に描かんと音を上げました。描きすぎてもいかんらしい。ええ塩梅があるそうな。そうなんですよ、難しいですね。水墨画は特に肖像画は難しいですよ。この出展する作品を教室で写真を撮って、作品をペラッと1枚教室の先輩にお願いいたしますと渡して帰ってきました。作品は教室の先輩が裏打ちしてくださって、額も貸してくださって、ハンコもハンコが趣味の先輩方で彫ってくださって、おお、すごい、至れり尽くせりですね。落下もきちんとしてくださって、会場に搬入までしてくださるそうです。ペーペーの私は文化祭を見に行くだけ。そうなんで、当然ですが、次から自分で全てしないといけないそうです。まあそうですね。でも最初でもそうやってね、してくださるってありがたいですよね。根を上げた今の私の精一杯の作品と見本です。ただし見本については、5枚書いたら見本もよれよれ、公開禁止です。そうですね。それはお写真なんでね。でもお上品そうでね、お綺麗な方でしたよ。教えてください。にっこり笑った顔を描こうと思うのですが、何度描いても怒った顔になってしまいます。どうしたらいいでしょうか。また、しょうちんさんは楽観の主肉は何を使っていますか。先日、シャチハッタの事務用主肉ではダメって言われた。購入の参考にさせてください。そうですね。主肉ってね、またちょっと違うんですよね。楽観に使うやつは。最後になりますが、今では先生への励ましで入った水墨画教室入ってよかったと思ってます。あー、よかった。よかったよかった。結構強引な勧誘やったので、嫌やったらね大変ですけど、よかった、楽しまれてるようなら、ずっと続けていこうと思っています。よかったよかった。しょうちんさん、私の先生、いやー、もうありがたいです。そんなこと言っていただいてね。僕もでもなんか独学で学んでるっていう立場なので、本当に先生じゃないですよ、全然。一緒にね、学んでいってる生徒という感じで見ていただいたらなと思ってます。ありがとうございます、そんな言っていただいてね。で、ちょっとご質問からさっき答えようかなと思ったんですけど、にっこり洗った顔を描こうと思うんですが、怒った顔になってしまうということなんですけど、僕はね、見本のお写真とその今から出すお作品を見比べたんですけど、とてもね、お上手に表情を撮られてると思うんですよ。そんな怒った顔には僕は見えなかったですけどね。ただなんかご本人からするとね、やっぱりちょっとなかなか、うまく表現できてないなっていうところもあると思うので、一つだけちょっとポイントというか、僕なりの笑顔の作り方を、ちょっと言ってみようかなと思うんですけど、結構ね、笑顔ってこうにっこり笑うと口角を上げたら笑った顔になるかっていうとね、そうじゃないと思ってるんですよね。目がすごく僕大事やと思うんですよ。
口ももちろん大事なんですけど、口だけ笑ってて目が笑ってない人いるじゃないですか。そうなるとちょっとなんかこうちゃんと本当に笑ってないなっていう感じになると思うんですね。だから目の表情っていうのを研究するといいんじゃないかなと思います。今ってほらマスク社会になったじゃないですか。だからこの間ねテレビで見たんですけど、キャビンアテンダントさん CA さんの指導でみんなマスクしてるから怒った顔に見えないにこう笑う訓練みたいなのをなんかね指導されてました、その新しい新入りの人に。だから目っていうのもすごく笑顔を作る大事なパーツなんですよね。結構ね口だけをね思ってしまう方がいると思うんですけど、目と口のその、優しい雰囲気を研究してみるといいんじゃないかなと思いました。笑顔って難しいですよね、確かにね。で僕の落下の主肉なんですけど、僕はね冷静飲写の光明というものを使っています。ちょっと今テロップ入れておきますね。冷静飲写光明、これね色がねいっぱいあってね、光明とかね専属とかねいっぱい色があって、その赤にもね好みがあるんですよ。明るい赤なのかちょっと暗いくすんだ赤なのかっていう色見本とかもねネットで出てると思うので、 Amazon とかでも買えるんじゃないかな。僕の冷静飲写のやつはそんな高いやつじゃなかったです。楽観酒肉とかやって調べたらね結構出てくると思うんですよ。ただ値段もピンキリなんでね、ちょっとねお財布と相談しつつ買ってほしいと思うんですけど、僕の使ってるやつは冷静飲写の光明はそこまで高くなかったです。2000円しなかったと思うんですよね。1300円か500円ぐらいで買ったと思うんですけど、ではね萌えちゃんのさんのね作品を見てみましょう。じゃん、はい、どうですかこれ似顔絵をね、肖像画、ご自身の肖像画を水墨画で描かれたらしいんですけど、初めてまだ数ヶ月なのにすごくねまずねデッサン力が高いなと思いました。僕は元の写真もね見比べさせていただいてるんですけど、すごく特徴を捉えるのがお上手で、結構似顔絵って描くと誰これってなること多いじゃないですか。でも特徴すごく捉えられてると思うんですね。皆さんどうですかね、ちゃんとなんていうんですかね、こう優しい笑顔の雰囲気出てると思うんですよ。全然怒った顔に見えないと思うんですけどね。このね目の描き方がすごくお上手ですね。この目の瞳の潤いとかね、あとこの肌の質感、立体表現、薄墨を使ってよく表せてますよね。と5枚も描かれたっていうね、すごい熱心だなと思って、僕そんなよう描きませんもん同じ絵をすごいですね。この多分後ろに重なってるのが今まで描かれたやつなんですよね。その中から選んでいただいたっていう、素晴らしいです。髪の毛のね表現とかこうドライブラシでね活筆で描かれてたりして、肌の柔らかいところは淡墨でねにじませて描かれてたりね、すごくテクニックをフル活用されてるなと思いました。いやありがたいですね、なんか水墨画を通じて僕のこと知っていただいたりしてね。これからもねぼちぼちではあると思うんですけど、また動画を出していきますので、一緒になんかこう、画道を共に歩んでる生徒という感じでね見ていただいたらありがたいかなと思ってます。ありがとうございます萌えちゃんさん。これからもね楽しく教室続けてね、絵画生活も楽しんでいってくださったらありがたいですね。先生もねどうなんすか、33キロって聞いたらちょっと心配になりますけどね、今頑張って療養されてるみたいなので、これからもね健康に頑張って制作続けてほしいですよね。それで田舎の萌えちゃんさんありがとうございました。またねこれを皮切りにいっぱいね水墨画描いてここにも投稿してくださいね。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きましてリポンさんからの投稿です。いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。最近アシオチンさんの動画を見ながら絵を描くのが日課です。嬉しい、ありがとうございます。過去動画も見てくださってるんですかね、ありがとうございます。もうちょっと恥ずかしいんですけどね、最近ね過去動画を見返してくださる方が、ね、再生リストをねちょっと整理したので見てくださる方が多くなったのか、過去のね動画にコメントをつけてくださったりするんですけど、もう忘れてしまってるのでそのコメントに対して答えようがないから見返すんですけど、恥ずかしいですねうわー下手くそやなとかね、自分の絵がねとか編集の仕方がむちゃくちゃやなとかね、まあそれはそれでね僕のちょっとした歴史なんで置いてるんですけど、恥ずかしい。ありがとうございます、見ていただいて。だいぶ涼しくなったので子供たちと一緒に海遊館へ行きました。あーいいですね、海遊館僕も行ったことありますよ2回ぐらい。
ショーチンさんが動物園の動画で見てくださってるんや。実物を見るのが大事とおっしゃってましたが、確かにその通りだと思います。骨格や構造の気づきがあったり、その場の空気感が絵にも反映できるような気がします。そうですね、さすがにその場では描けないので目に焼き付けて撮った写真を参考に描きましたが、1枚目は初めて塩を使っていました。ショーチンさんが水の量に注意とのことでしたので恐る恐る使いましたが、面白い効果が出て想像より神秘的な雰囲気にできたので投稿させていただきました。2枚目は口の開け方が虎の描き方動画に似たポーズだったので、耳や手の立体感に気をつけて描きました。うわ、たくさん見てくださってるんですね、僕の動画。嬉しい。アシカの体は不透明水彩の白を使わないと難しかったです。ツララーの描き方の説明はとても分かりやすく、途中に出てくる猫たちの塩みたいな小休憩も好きです。あ、嬉しい。いつも参考になる動画ありがとうございます。もうありがとう、こちらこそですよ。もうまあね、できるだけなんか僕の描いてるとこもそうなんですけど、なんかこう役立ててほしいというのがあるので、結構細かく説明してるつもりではあるんですけどね、後で見返すとね、もうちょっとうまく説明できたのになとかね、いろいろ反省もあるんですけどね、参考にしていただいてるでね、ありがたいです本当に。はい、ではでは、作品見てみましょう。ちょっとね、新しい試みとして塩を使った作品見てみましょう。綺麗、めっちゃ綺麗。うわ、これクラゲをね描かれたんですよね。うわ、すごい。これもうマスキングで抜かれたのかな、この線は。うわ、綺麗。ちょっとこう、なんていうんですかね、塩もそうなんですけど、塩を巻いてこう抜いた上からちょっと他の色も入れてるのかな。このね、あの身の中の輝きまでね、表現できてるみたいで、めちゃめちゃ綺麗ですね。で、この紙と、あとなんかその絵の具との相性がすごく良かったのか、稀に見るぐらいね、この塩の効果がね、めちゃめちゃ生きてる絵やと思います。ここまでね、あの、塩の効果出すのも難しいんですよ。なんかうまくいかなかったり、ぼやけてしまったりするんですけど、ここら辺とか見てください。もう、動作で抜いたのかっていうぐらい白がね、出てますよね、塩で。すごい。これはうまくいってますよね。クラゲも繊細なこのね、線で描かれててね、漂うような感じで、この線がいいじゃないですか、この滑らかな。一気にね、こう、惹かれてると思うんですけど、緊張しますよね、この触手のところ。すごいわ、綺麗。でもこんなんもやっぱ実物見られたからこそ、描いてみようかなって思うきっかけになったみたいですし、やっぱりね、実物見るのが大事ですよね。素晴らしい作品です。色も綺麗ですよね、青のね、一色じゃなくていろんな青があったり、すごい。では2枚目、アシカ作品見てみましょう。あ、かわいいこの口ね、確かに虎のめちゃめちゃ可愛いし、デッサン力高い。こうね、口開けてるね、動物でも人間でもそうなんですけど、難しいんですよね、この。やっぱりね、顔に穴が開いてるっていう感じじゃないですか、口開けてると。その、陰影の感じによってはね、変に見えたりするんですけどね、ちゃんと口開いてる感じに描かれててね、素晴らしいです。あとこの体もね、ガッシュでね、このテカリを描かれてるんですね。すごい。いや、エリポンさんもすごく才能がおありな方ですよね。始められてまだ間もないのに。背景の色もいいですよね。実際にはね、後ろにね、なんか壁があったり、なんか他のものがあったりするんですけど、そういうのをね、こうイメージで色でね、描かれることによって、こう表したい、この存在のイメージをね、表現できてるっていう。素晴らしい。いろんな色使われてるのもね、素人離れしたところですよね。この岩のところとか、このアシカの体の色もね、黒いと思うんですけど、アシカも青っぽいグレーっていうか、いろんな色入ってるんですよね。この紫とか赤っぽいとことか黄色とかね、こういう多色使いもね、素晴らしいと思いました。エリポンさん、素晴らしい作品ありがとうございました。なんか過去動画もたくさんね、見てくださってるようで嬉しかったです。本当にこれからもね、頑張って動画ね、作っていきますので、よろしくお願いします。またね、素敵な作品いっぱい投稿してくださいね。可愛らしかったわ、この作品も。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして、橋本美奈子さんからの投稿です。ありがとうございます。ショーチンさん、チーピーちゃん、ショーチンファミリーの皆さん、こんにちは。こんにちは。保護猫カフェのカラーズの橋本です。皆さんお久しぶりです。お久しぶりですね、本当に。私は毎日がとても忙しく、もう拝見してますよ。インスタグラムとかツイッターで。充実した日、毎日を過ごしています。次に投稿するときは内装工事が始まっていればいいなと思っていましたが、10月3日現在まだ詳しい日程は決まっておらず、心苦しい思いです。そのコロナ禍で原材料の高騰や仕入れも難しく、そうなんですよね。進展も穏やかなことをお許しください。さて、日本政策金融公庫からの融資、難しい。融資が決まり、あ、よかった。カラーズのお父ちゃん、ドドピーさんが花火を打ち上げてくださりました。すごーい。ドドピーさんの作品はいつも人を幸せにする魔法があると思っています。本当そうですよね。見た人すべてが優しい気持ちになると思っています。もう人柄が現れてるんですよね、ほんと、ね、絵にね。
ドドピーさん自慢のお父ちゃんです。嬉しい、ドドピーさん嬉しい。カラーズは動物取扱業申請、福祉局への協議前審査の書類を提出できましたのでご報告させていただきます。うわー大変なんですね。やっぱ一個事業、しかも福祉が絡んでくるとね、ほんと大変ですよね。もうね、くれぐれもね、お忙しいので、お体だけはね、本当にご自愛くださいね。内装工事が終わりましたら立ち入り検査が入ります。また進展ありましたらご報告させてください。それではまた次回よろしくお願いします、ということでね、報告していただきました。進捗をありがとうございます。もうでもね、焦らずにね、まあね、自分が事業してるからにはね、やっぱ皆さんの融資ももらってるわけですし、焦る気持ちもあると思うんですけどね、ほんとね、穏やかに皆さん、みんな見守ってると思うんですよね、僕も含めて。ゆっくりでもいいのでね、本当に自分のお体大切にして頑張ってってくださいね。ほんと僕も応援させていただいてますとね。橋本さんね、もう可愛らしい方でね、インスタグラムとツイッターでこう言っていいのかな、皆さんへの感謝の気持ちでね、動画を撮られてるんですよ、自分を映して。めちゃめちゃ可愛いので見てください。ありがとうにはもうキュンとなりますよね。橋本さんもすごくいい方やなっていうのがまるでわかりました。あとね、マスターズっていうね、経済誌にそのカラーズの橋本さんに大沢さんがね、前回ね投稿していただいたと思うんですけど、の記事が載ってますのでね、そちらもよければねお買い求めくださるとありがたいです。はい、それ写真もね今日は送っていただいてます。何かなと思ったんですけど、これね見てください。じゃん、ほらゾーピーさんのね打ち上げてくださった花火です。うわーすごい。祝カラーズということでね、これ橋本さんの後ろ姿なんかな、お子さんとこうやってをねでお祝いしていただくの嬉しいですよね。ほんと一個一個のその申請とかはね、もう祈るような気持ちやと思うんですよ、橋本さんからすると。で通ったりしたらもうほんと嬉しいと思うので、そんな時にこうお祝いしてくださったらまたこれね嬉しいですよね。ほんと明るい楽しそうなね、愛のあふれてる絵ですよね。もう色もこう綺麗やし、ゾゾピーさんもほんと素敵な人ですよね。はい、2枚目見てみましょう。ほら見てください、ゾゾピーさんのね浜屋がね置いてありますけどね。いやこうやって飾っていただくのもゾゾピーさんからしたら嬉しいですよね。もうギャラリーになってますよ、もう一角が。ぜひね、本当に、事業がね無事開始した暁には、こうやってドドピーさんのね絵とかね、今までこう携わってくださった方々の作品とかもね飾ってくださって、夢いっぱいの保護猫カフェになったりですよね。でも着実に一歩ずつ進んでますから、ほんとね不安なこともいっぱいあると思うんですけど、安心してね一歩ずつ進んでいってくださいね。今回ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして結構さんからの投稿です。いつもありがとうございます。こんにちは、つららん愛してやまない私ですが、ありがとうございます。翔様が外国の方に告白されて大変だと投稿しました。冗談。ねえ、びっくりでしたね。いやでもウェルカムですよ、ほんとね。もうそう言ってくださるからにはもう全然ね嬉しいです、ほんとに。ウェルカムって言ったらちょっと語弊がありそうですけど、はい。嬉しいですよ、ほんとね、そう言ってくださるのはね。体の調子が悪く、過去コロナ感染後遺症ね、本当に何もしたくない無気力状態、本当大変ですよね。でも最近は少しずつ元気になってきました、よかった。で画材買ってまた描くぞ、こんな小さいスケッチブックでも楽しいですよ。まずはコラージュで楽しみました。背景やパステルを水に削って画用紙に転写、おお面白い。その上からシールでコラージュ、背景のパステルが手につくのでラミネートしました。まだつららが生きていた時に作ったプラ板の飾りがぴったりで、あ嬉しい。猫ちゃんたちの愛を感じますわ。いやもうこちらこそ恵子さんの愛を感じますよ、もうありがとうございます。前のミニスケッチブックも改良してもちろん使いますよ。まだまだ主語の私、すごい自分で言うのがそうですね、主語の私が酒を飲めていないので、大きな作品はまだですが小さいところからです。なるほど、大きな作品はもう酒がないとダメだと。そうですね、ちょっとねまだ今はね体調が優れないみたいでね、あれですけど、本当ねまた楽しくお酒飲めるようになったらいいですよね。でもちょっとずつこうできることからねされてるみたいで、ちょっと安心しました。ではでは、作品のを見てみましょう。あ、かわいい、めっちゃかわいい。つららもね、チーピーもこうね飾っていただいて嬉しいな、ほんま嬉しい。これ描かれたんですか、ちっちゃい作品。かわいい、カタツムリがいますね、めっちゃお上手。へえ、なんかちっちゃい絵っていいですよね、なんか癒されるっていうか。これはピーマンかな、かわいい。お上手ですよね、ほんとこんなちっちゃいところに描くの難しいと思うんですけどね。水彩画もすごく丁寧に、水彩画のね特質を生かして描かれてて素晴らしいです。パステルをどこに使われてるんやろな、これかな、これパステル使ってたってことかな、コラージュして。
なるほど。これってプラ板じゃないんかな。透明なとこにパステルつくのかな。あ、違うな、ごめんなさい、2枚目やごめんなさい、間違ってた。パステルはこっちや。これか、なるほど。あ、これパステル転写してこんな模様になるってことか。すごっ、面白い方法ですね、これ。海外ではね、この転写の技法をね、あのね、何やったっけな、フロッタージュとかね、デカルコマニーっていうんですけどね。面白いですよね、かわいい。今何をトンチンカなこと言ってたの。2枚目やんかあ、ちゃんとね、このツララーンで紹介した小型パレットも買っていただいてありがとうございます。いや嬉しい、楽しそうですね。でもね、パステルを溶かすっていうのもあんのか、面白い。ケイコさんごめんなさいねちゃんと紹介できなくてありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きましてケープライトさんからの投稿です。いつもありがとうございます。小中さん、皆様こんばんは。こんばんは。自分の書きたい彼岸花できました。おお、すごい。前回に続いてね、前回のはお母上に捧げる彼岸花ということでいろいろ悔いは残っていますが、それは次に生かそうと思います。それが大事ですね。背景の色にはすべて崩壊末11番を混ぜていました。崩壊末を解いたことで岩絵の具も使えるかもしれないとずうずうしくも思っております。問題は紙ですね。いやでも崩壊末でね、あの慣れておくと粒子のある絵の具を塗っていく感じがね、あの掴めると思いますので。夜にボワーっと咲く彼岸花を描きたかったのですが、アゲハチョウは夜には見たことないなと思っての背景になりました。あー、なるほどね。アゲハってそっか、夜飛ばないのかな。まあでも夜に活動しない動物をね、あのなんかこうコラボ的にね登場させたりしても面白いとも思うんですけどね。途中夕焼けを挟もうとしたら大失敗して、例のごとく名前も書いて予約出せるかなと思い投稿しました。どうぞよろしくお願いします。ということでね、ケープライトさん、ほんとね、食い下がる根性がすごいなと思うんですよ。僕はね、同じ絵柄を失敗何回もしちゃったらね、もう嫌になるんですけどね。ケープライトさんほんとすごいですよね、うん、研究熱心というか。では、投稿してくださった作品見てみましょう。うわーすごい、幻想的な絵。なんかこう夜空に打ち上がった花火みたいですよね。うわー綺麗。そっかそっか、水平にこうね崩壊末混ぜてるからちょっと粒子感感じますよね。確かにね、これがちょっと岩絵の具の質感にも似てると思うので、ちょっと横練習的にね、あのなったかなと思います。どうでしたか、楽しいでしょ。やっぱりこう他の絵の具では出せない輝きというか、ちょっと傾けたりしたらキラキラしませんか、11番ぐらいだと。いやいいですね、この彼岸花のこのね、うじゃうじゃしてるところをうまく描いてますよね。古墳で線描かれてるのかなこれ。で手前にこうドーンと彼岸花を持ってきて、ここに左右にアゲハが止まっているっていう幻想的な画風ですよね。アゲハチョウもこのね細かい模様もねうまく捉えられてて素敵やなと思いました。可愛い顔が蜜を奪い合うようにね。このね上の方のぼかしとかはねすごくお上手だと思います。これねぼかすの難しいんですよね、日本の海外の具って。これがねぼわーっとね光にこう照らされてるような幻想的な雰囲気になっててね、素敵やと思いました。いや良かったですね、自分の好きな彼岸花が描けてお母様にねあの捧げた彼岸花もすごく良かったんですけどね、ちょっとやっぱ趣向を変えられてる感じがね伝わってきますよね。同じモチーフでもこうやって狙いが違うというか。Kプライスさん素敵な作品ありがとうございました。もうねそのね探求心があればねどんどん上手くなっていくと思うので、これからもねたくさん自分の描きたい絵モチーフ、そして好きな画家さんから学んだりしてね、どんどん日本画の世界にねズブズブ沼に浸っていただけたらなとKプライトさん素敵な作品ありがとうございました。またね次作品お待ちしております。ありがとうございました。はい、続きまして我慢仙人さんからの投稿です。いつもありがとうございます。ひょっちんさん、ハミの皆さん、こんにちは。こんにちは。以前お知らせしたグループ次年展が10月2日から始まりました。集まった作品を全部お見せできないのが残念ですが、様々なジャンルの個性的な作品が並び、すごく楽しい空間が出来上がりました。私は見ていなかったのですが、今回は海外から見えた女性の方が、ああすごい、私の描いたカッパの絵を見て、これは何だと通訳の方を説明詰めにしていたそうです。難しい、カッパー言うの難しいな。通訳も大変、 Google で調べまくってなんとか回答できたみたい。女性は納得すると身振り手振りでワオーと感動してたんだとか。すごいすごいですね。でもなんか日本の文化知っていただいてよかったですね。見ていてすごい面白かったんだって。でもカッパって説明するの難しいですよね。なんて説明したらいいんだろうな。亀でもないし、なんやろね、妖怪、モンスターっていうのと違うんよね。でもね妖怪って、今日は出品したいくつかの作品の中の水墨画の虎の絵と嫁はんが描いた書の白虎を送ります。お、虎つながりで。
今年彼女は病気をして、あ、そうなんですね。なんとか山を越えました。よかった。よかったよかった。それで厄除けと病気完治の願いを込めて同じ頃に書いたのです。おお、すごい素晴らしいご夫婦でね。グループ次年展10月9日までです。愛知県犬山市犬山城近くの旧磯部手でやってますということでね。10月9日、そっか、日曜日までやってるんですね。じゃあぜひぜひ皆さんね、この間のね、前回の掲示板に場所とか時間の詳細なはがきのね画像を出しておりますので、よければそちらも確認の上、お近くの方はね行かれてみてください。はい、では、釜瀬人さんの作品虎の絵見てみましょう。これは傑作ですね。これはほんとね、墨と紙の特質を生かした分かってないとできないお仕事ですよね。こうね、なんていうんですかね、ちょっとカリカチュアライズされたギガ化っぽくされてるね絵ってね、一見簡単なように見えて一番難しいことなんですよね。虎というものをよく分かっていないとこうやってデフォルメできないですしね。墨の色が美しいです。このにじみのところとかね、模様のにじんで綺麗にぼやーっとこうにじんでるところとかすれてるところ、ほんとお上手だなと思って。でね、筆跡がやっぱ一個一個美しいんですよね。ぬりぬりしてない。僕よく水墨画の時に言ってるんですけど、塗っちゃダメなんですよ、水墨画って。重ねていくっていうか、もうなんかこの線の、体の線のとことか一発ですよね、明らかに。一発でシューッとこうね、しなやかな、虎の曲線を捉えてて、あとこの滲んでるうちに、この髪の湿り具合も計算しながら、この虎の黒い模様を入れたりして、すごくね、今しがた描いたばかりみたいな、これ、墨痕倫理っていうね、難しい言い方で言ったりするんですけど、まだね、この紙面が濡れてるような、墨がこうね、こう滲んでいくところとかもすごく艶やかでね、素晴らしい作品やなと思いました。ね、奥様の病気完治のね、お祝いっていうか、回帰祝いという感じでね、祈りを込めて描かれたっていう。お仲がいいのも伝わってきますね、ご夫婦。顔が可愛いな、虎のな。ユーモラスっていうか。ね、お上手ですよね。はい、では次はね、嫁はんの作品ということで、百個見てみましょう。じゃん。嫁はんすごい。いやー、この嫁はんはすごいですね。めちゃめちゃ力強いじゃないですか。これ女の人が描かれたって思えます？僕常々思うんですけどね、書道とかでも、まあ、ピアノとかでも感じるかな。女の方の方がね、力強いんですよね。男の方が割と繊細っていうか、見てください、この白のこの筆の入り。パッとこうね、叩きつけるように入ってね、ガッとこうね、いってるこの筆の跡がすごくかっこいいですよね。大丈夫ですよ、奥さん。これもね、精気がみなぎってますから、今ね、病み上がりだそうですけど、もう生命力を感じますよね。どんどん元気になれるやろなと、これから。こんな字書けるんですもん。素晴らしいですね。虎ってこんな風に崩すとなるんや。へえ、かっこいい。虎がもうほんとね、踊り狂ってるようなね、躍動感を感じますよね。というわけでね、ご夫婦で今回ありがとうございました。僕ね、そう、以前からね、奥様のやつも出してくださいねって言ってたのでね、出してくださって嬉しかったです、本当に。こんなお上手だと思いませんでしたけどね、ものすごいかっこいい。釜瀬人さんありがとうございました。グループ自伝展もね、9日までされてるそうなので、ぜひぜひ愛知県お住まいの方とか、お近くに旅行の方はぜひぜひ行かれてください。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きましてリンさんからの投稿です。いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。毎日眠いリンです。僕も眠いですよ、毎日。いつもお疲れ様です。こちらこそです。今日はデコったカバンを紹介しちゃおうかなと。テンスラリムル様の缶バッジとキーホルダーに、前に紹介したセニランさんからのおまけでもらった缶バッジ、そこからブラ下がっているのがとあるお茶さん、とあるお茶さんという作家さんのアクリルキーホルダーで、鬼滅の刃の、なんていうのこれ、うずいかな、うずい天元かな様と、藤川美也分からへんねんな、鬼滅さん、月を詰め込んだいわゆる板バッグ、ホキジさんのハオ様みたいにリムル様のフィギュアで撮影会したけど、一番くじとかでしか見かけなくて当たらない。あー、そっか、メルカリとかで買えばいいんだろうけど、新品が欲しいのね。高いですもんね、今フィギュアね、新品で。アクリルスタンドは何個か持ってるけど、そんなわけであまり綺麗ではないカバン披露しますということでね、月が詰め込まれたカバン、板バッグ板カバン投稿していただきました。では見てみましょう。おお、キャンパストートバッグですね、これは。
やー、かわいい。なんかでもこうやって自分の好きをアピールできるっていいですよね。なんか電車とかで乗ってても結構カバンにねブワーってね缶バッジつけて好きをアピールしてる方とかいてね、そういう方見ると嬉しくなるんですよね。好きなものをね精一杯愛する、楽しめるっていう、そういう方見てると楽しくなりますよね。へえ、これもすごい。お仲間さんが作られたねこのキーホルダーとかもあるね、缶バッジとか。なんかでも自分の好きでこうね自分の周りの生活を彩っていると楽しいですよね。僕も早見魚週刊バッジとかつけようかな何あのおっちゃんみたいになるけどねそうか、これは鬼滅なんか、天元さんね。またね、あのポキティさんみたいにフギュアがもし手に入った暁にはいろんなとこで撮影してくださいよね。ねむねむなリンさんですけどね、毎日楽しくねおたかつされてるみたいで僕も安心しましたありがとうございました、リンさん。またね、好きがこう垣間見える投稿もねお待ちしておりますので、また投稿してくださいね。ありがとうございました。はい、続きまして、さざなみさんからの投稿です。ありがとうございます。はじめましての方、ありがとうございます。しょうちん様は YouTube をなりわいとしているのですか、それとも YouTube 含めてフリーランスなのですか、それとも画家をなりわいとしているのですか、会社員ではなさそうなので何で生活しているのかなと。ママ様の収入だけってわけではないですよね。そうですよね、不思議だと思います。僕だから会社員じゃないんですよ、本当にフリーランスですね。でもいろんなところからこうあのねお金をつまんであの生活してますなりわいってないんですよね僕だから。本当ね、もう風天ですよ、風天暮らし。もちろんね、僕だけの収入じゃね情けない話ね、生きていけない。母親の元でやからこうやって自由に生けてるんですよね。でも母親も母親でね、なかなかね、あのお仕事がそこまで収入がないので、まあ、だからね強制みたいな感じですよ、僕と母親共に生きてるっていう感じですよね。なんとかこれがね、僕がの方がこうもう上回ってね、僕が見ていけるようにならなあかんなと思って今頑張ってるんですけどね、だどれも当てはまらないです。 YouTube でもないし、画家でもないし、あともう一つも僕もお仕事してるんですけど、それでもねそれだけではいけないですしね、難しいですね生きていくっていうのは。ただでもこのね生活っていうのがすごく今快適で健康なんですよ、精神面でも。だから僕ね社会人としてやっていけないと思うんですよねだからなんとかこの一人でなんとかこう稼いでいく方法を今模索中っていう感じですかね。まあもちろんね YouTube のねあの収入っていうかいうのもだいぶ助かってるところあります。はい、 YouTuber ではないですけどね全然ね僕の私生活にね興味持ってくださってありがとうございます、さざなみさん。そんな感じですかね。まあこれから頑張ってね、ぐんぐん、あの母親一人ぐらい見ていくのなんともないぐらいね、稼いでみせますのでね。また見守っていただけるとありがたいです。さざみさん、ありがとうございました。はい、続きまして、チョンさんからの投稿です。ありがとうございます。うちの知り合いの46くらいのおっちゃんにすごく似てんねんけど、もしかして親戚とか違うわ。ああ、親戚やから分からへんね。46の親戚ってことやもんね。大阪に住んでて、朝鮮人とのハーフやねん。そして一番上のお姉ちゃんが不動産屋の社長の嫁さんらしいねん。あ、そうなんや。心当たりある。今んとこないですかね。僕、奈良なんで、もともと大阪に親戚っていないんですよね。そのおっちゃんに動画見せて聞いたんやけど、親と絶縁しとるし分からんって言われたら見せたんや。もしかしたらママさんが下の姉ちゃんかも分からんって言って、どういうことママさんが下の姉ちゃんかも分からん。え、どういうこと違うよ。不動産社長の嫁さんちゃうもん。お姉ちゃん2人にお兄ちゃん1人おるらしいんや。ああ、そうなんや。YouTube で聞いて答えてもらっていいか聞いたら構わんと言われたから教えてください。名字は竹内さんです。竹内は関係ないね、うちは親戚は。全くいないですね。だからすごく似た方なのかなと。チョンさん、ありがとうございます。僕はね、多分関係ないと思います。それめちゃめちゃ似た人だと思います、多分。うん。動画見てくださるように言うといてくださいよ、僕のことね。似てるっていうだけでも親近感湧くでしょ。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして、ヒズさんからの投稿です。ありがとうございます。18度目まして、こんばんは。あら!ドヤサがない!言いたかったのに。ドヤサ言いたかったのに。そうか、18度目ましてになったか。ドヤサ!今週の週箱に間に合いました。間に合ってますよ。なんだか最近なぜか消化不良を起こしたり、大丈夫ですか?仕事とイベントが立て続いたり、トイレのドアの金具が壊れて、ドアが外れたりして投稿ができませんでした。うわぁ、大変。ちなみに今読み上がりです。ああ、大丈夫ですか?無理しないでくださいね、本当に。受験期や成人した年、結婚した時など、何かと転機となるような時期にいろいろとごたつく私の人生ですが、そんな日もあるよね。そうですね。
あの山あり谷ありって言いますからね。そういうわけで小さなイラストカットを2つお送りします。1枚目ドクロ、フレークシールにしようかなと思い描いたイラストカットです。ちょうど最近目が回るほどのハプニングな生活をしていたので載せてみました。あ、なんかそれに関係ある感じなんですね。2枚目、天描紅天狗岳。夏に制作したアクリル絵の具と綿棒で描いた天描です。物心ついて初めて覚えたキノコの名前です。あ、紅天狗岳ね、僕も知ってます。保育園の先生にこれは毒キノコだよ、食べたら死んじゃうぞなんていうお名前、あ、なんていうお名前かな、雑誌紅天狗岳と見つけるたびに踏んでいました。かわいそう、不満でもええのに。不満成仏してくれ。よくも踏んだなと、マクマラムトに生えてきませんように。急に寒くなってきましたね。北海道では雪虫という雪が降る前に出てくる種類、あ、いますいます、うちの地域でもね。もう北海道やったらもう寒いんちゃう、今めちゃめちゃね、飛び始める季節になってきました。そういえばこの間生放送で金木犀の話題になっていたような、この時期に本州で咲くそうですね。そう、北海道にはないみたいなんですね、金木犀。そうなんですよ、僕も初めて知りました。この間昔京都に研修に行った時に嗅いだ甘い匂いのするお花が金木犀だったことが最近発覚しました。あ、そうなんですね、そうそうそう、もう街中匂いに包まれますからね。今ちょっと散ってしまいましたけどね。北海道にはないお花なのでとても物珍しかったです。いい香りでずっとクンクンしていたのはいい思い出です。今度イラストを描いてみようかな。なんか最近ね、あのその金木犀の匂いのするものが流行ってるみたいで、練り香水とか、あとヘアフレグランスとかあるみたいなんでね、あのよければ Amazon とかでね、あの買って北海道の方は楽しんでみるっていうのもありかもしれませんね。ショーチンさんもショーチンファミリーの皆さんも体調にお気をつけてお過ごしくださいね。ありがとうございます。もうヒズさんもね、くれぐれも気をつけてくださいね。そんな時に無理してもあのいいことないので、今はね、あのまあ大変なこともありますけどね、休まれてくださいね。はい、では作品見てみましょう。まず最初、ステッカーのドクロ、じゃん。おー、すごい可愛らしい。ドクロって言うたらなんかまがまがしいイメージありますけどね。ヒズさんってなんか明るい色使うのですごくポップな感じになりますよね。これいいやん、なんかあのシールにしたらさ、あの可愛らしい、こういうの好きな方、なんか清志郎さんとか好きそうやね。これなんかちょっとダークな感じとポップな感じが融合した感じでかっこいい。なんかワッペンとかにしてね、アプリケにしてもなんか良さそう。綺麗ですよね、この色使いはね、ヒズさんいつも。へー、なんかこうやってデザインにして残しとくといろいろできますよね。シールにするのもありやし、あのね、ブローチにするのもありやしね。では2枚目見てみましょう。じゃん。おお、あ、なるほど、これ危険を表してるんですね、このね、トラテープ。でも綺麗ですよね、キノコって。確かに食べたらね、あの危ないんですけど、めちゃめちゃ美しいですよね。いろんなあの種類あるんですね、キノコって。だからファンもすごく多くて、キノコファンっていうか、僕もスケッチしてみたいな。あ、ここにもドクロおんねや。かわいい、この名張ってんの。これもなんかいいですね、このままシールになりそうな感じでね。あの紅天狗だけ危ないよっていう啓蒙活動にもなりますしね。天描が合う題材ですよね、これね。綿棒でポンポンしていいわ。綿棒ポンポン面白いな、これ日本語でも使えそうやな、勉強なるわ。というわけでヒズさんありがとうございました、ね、今体調悪いみたいですけどね、あのその中でもできることを楽しんで、体調万全になったらね、またね、たくさんね、制作も楽しんでくださいね。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きましてポンタ3号さんからの投稿です。いつもありがとうございます。ショーチンさん、皆様こんばんは。こんばんは。毎週楽しみにしている掲示板、ワクワク、よかった、嬉しい。この1週間あと1週間、今年最高に新しい日々を送っていた。ああ、そうなんですね。お絵描きをする時間がありません。お絵描きグッズも今しばらくは倉庫に押し込んでしまいました。ああ、見えてるとまだなんか未練がありますしね。もう、描けないならもうしまっとくのがいいかも。世界堂さんで購入した50号のパネル、例の臨時収入、ああ、そうですね。が届いて、どこに押し込めようか悩んでおります。このバタバタ感、もしかしたら来週あたりご報告できるかな。あ、なんかあるんですか？楽しみ。余力が残っていればですが。またね、あの焦らずにね、投稿してくださいね。そんな新しい中でも、ショーチンさんの動画配信や掲示板が気になるポンタです。ありがとうございます、嬉しいな。今回は大掃除で何度の奥から引きずり出した高校時代授業で描いた作品、過去も過去の過去作を投稿しちゃいます。苦手な過去、苦手なことが結構多い。ポスターカラー、遠すぎる過去の作品ゆえ、パネルのアークによる変色や湿気によるシミ、ポスターカラーの剥がれなど、人様の目に触れさせるものではないのですが、よくぞ今まで残してきたなーって自分によしよしして、当時の懐かしい思い出とともに投稿しちゃいます。ここまで来るとどんな大層な作品かと思われるでしょうが、黒と白と黄緑色しか使っていない単純なイラストです。
当時図書館で借りたムーミン、もちろん和訳本の挿絵が気に入って作品用に拝借模写したものです。お昼寝中のリトルミーをうっかり釣り上げそうになったスナフキン。リトルミーは実はスナフキンより年上らしいです。あ、そうなんよ。写真1枚目イラスト部分だけのアップ、写真2枚目パネル全体プラス気にしてる邪魔してる猫2匹。パネル下についているのは子供が小さい頃に壁掛けフックとして使っていた名残です。幼稚園の通園カバンとかかけていたような記憶がうっすらとあります。毎週金曜日の夜が楽しみなのですが、今回はバタバタが一段落する来週水曜日くらいにゆっくりと拝見させていただきます。ではではということで、ありがとうございます。お忙しい中ね、投稿いただいてでね、今回ねムーミンということでちょっと著作に引っかかるかなと思って調べたんですけど、トーベアンソンのねムーミンってね、そのデザインにもよるんですけどね、オールドのものは確かねパブリックドメイン、営利目的に絡んでなかったら OK みたいな感じになってたと思うので、今回はねご紹介します。ありがとうございます。ではでは見てみましょう。おお、かっこいい。え、でも黄緑色ってどこに使われてるんやろ。白と黒だけじゃないんやこれ。うわ細か、めっちゃでも過去作なんでしょ。でもこの頃からすごい細かく描くのお上手ですよね。この白のとことかすごい、ほんとだから昔のあのムーミンですよね、絵本やった頃の。そうな、リトルミーってしかもスナフキンより年上なんだな。でも綺麗に残ってる方じゃないですか、そんな昔のあれにしたらね。よく特徴捉えてますよね。僕もね、こう昔のムーミンがすごく好きでね、描き方が。これどういうあれなんやろ、シーンなんやろ。裁縫道具を釣り上げようとしてんのか、引っかかってしまったんか。はい、では庭見てみましょう。あら、かわいい。あ、結構でかい、結構大きい。あ、そっかそっか、この外枠が黄緑なんか。なるほど、面白い、そういう飾り方なんですね。で、これフックかけるようになってるんか。なるほどね、実用性のあるもんや。へえ引っ張り出してきたから、なんじゃなんじゃってね思ったんかな、猫ちゃんたち。ほんまなんか真新しいもんとかよう見つけますよね、猫って。ちょっと新しいもん置いてあったらすぐ行くでしょかわいい。というわけでポンタさんのお忙しい中でもね、忘れずにこうやって投稿もいただいてね、ありがとうございました。なかなかね時間取れないでしょうけどね、また、お忙しいことが終わったら作品ね制作してね、また投稿してくださいね。ありがとうございました。いつもまた投稿お待ちしております。はい、続きましてよっちゃんさんからの投稿です。いつもありがとうございます。つららんさん、こんにちは。こんにちは。これらの絵は3年前に亡くなった愛犬のラブラドルレトリーバー、名前はレゴのクロッキーやスケッチで、右奥のクロッキーの身にまかっているビーグルです。2枚目の写真に写り込んでいます。レゴはスケッチされていると気づくと緊張してスケッチがあるとホッとした様子でした。亡くなってからアニマルコミュニケーションの方にその時のレゴの気持ちを聞いてもらった。あ、そんなあるんですね、アニマルコミュニケーション。王子様みたいな仕事でワクワクしたということで、あ、そうなんですか、よかった、緊張してないんや。クロッキーやスケッチを見ると今でもその時の状況が感じられ、写真で見るよりレゴの温かみを感じます。あー、それはわかりますね。本当になんか実際に見て描いたものってなんかね、すごいかけがえない思い出になりますよね。僕もつららのねスケッチそんなに多くはないんですけど、今では宝物ですね。今いるビーグルもいっぱいクロッキーやスケッチを残していきたいと思ってます。そうですね、あー、そっかそっか、それ残っててよかった。アニマルコミュニケーションっていうものがあるんですね。僕もしてもらおうかな、つららに。つらら、どんな気持ちやったって聞いたらどうしよう、なんかもうあいつ鬱陶しかったって言われたら眠たいのに起こしやがってほんま鬱陶しいやつやったとか言われたらどうしよう怖いからやめとこう。はい、ではね作品見てみましょうね。あー、これか、レゴちゃん、かわいい。いや、お上手ですね。なんかもう温かみのあるクロッキーや、どれもほんとお上手ですよね、クロッキー。水彩の着彩までされてて、いや、どれもいいわ。このね、さっと描かれたね、寝てる時のこの顔の線描もすごく好き。いいですね、クロッキーの線って僕すごく好きね。このなんかこううまく描こうとしてるんじゃない、その時のこの形とかね状況をさっと捉えたね線って好きなんですよ。でもね、よっちゃんさんはね、いろんな描き方してるのがすごいなと思いました。もう水彩のねクロッキーでもそうですし、このちょっとデッサンっぽくね、ちょっと割と細かく描かれてるやつがあったりね、線をすごく強調した描き方があったり、こういうのがすごいですよね。お上手です本当に。はい、では2枚目ビーグルちゃんのやつ見てみましょう。かわいいこの上目遣いめっちゃかわいい。ちょっと嫉妬してるんかな、レゴちゃんに。もうなんやろね、このねワンちゃんのこの目線ってすごく好きやわ。
かわいいわ、この上目遣いたまらんな。ねえ、このビーグルちゃんもね、いっぱい書いてくださいね、本当に今からもね。かけがえのない思い出になりますかね、本当に。ルちゃんさんありがとうございました。素敵な思い出もね、伝えてくださって嬉しかったです。また投稿お待ちしております。はい、続きましてカズさんからの投稿です。いつもありがとうございます。承知にしよう、つらはみの皆様こんばんは。こんばんは。先日ポストカードを絵にするミッション、オーナーが引き取ってくださいただけることになりました。お、すごい、よかった。学装すべくいろいろ探してジュリエットという学に巡り合いました。イタリアの絵なのでぴったり。へえ、おしゃれな学。ついでに時の絵も額装して部屋に飾ろうと思います。マットが殺菌模様があり、光の影で光ります。で豪華。おお、今度投稿させていただきます。額に入れるともう本当にね、感じ変わるんでね、楽しみ。1枚目、庭に生えていたイロハモミジを10分スケッチしました。蚊がうるさくて大変でした。着彩は透明水彩で軽く、このまま大きく育ってほしいなと。2枚目、過去写真から、揺らめく香港。初めて行った20年前の香港、美しい夜景をスローシャッターで手持ちのカメラ揺らすという無謀な撮影でした。おお、そんなやり方があるんですね。しかし何度目かに思い通りに。以上、先週よろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。でね、ちょっと投稿の前にね、もう一回ね、追伸があってですね、すいません、ジュリエットというのは額縁の商品名です。ちなみにロミオもありました。すごい、ロミオとジュリエット、おしゃれな額ですね。面白い。ではね、イロハモミジ、ドローイング見てみましょう。おお、かわいいね。これ僕ツイッターの方でね、多分ね、見てたと思うんですけど、最初に。お上手ですよね、ほんとパッと取れるのが。こんな可愛いもみじが咲くんですね。ほんまや、これ大きくなってほしいな。大きくなったら気になるんですか、これって。着彩もお上手ですよね。このキビキビした線にね、さっと書かれてるんですけど、この葉脈のところとかね、バックランしたりして、質感ちょっと変えてるのがすごいなと思って。お上手や。塗り方もすごいですね、素晴らしいですね。はい、では2枚目、コンコンを取られた作品。ちょっとね、面白い作品ですね、こちら。じゃん、ほら、こんな綺麗になるんですね。そっか、こう揺らしながら撮るとスローシャッターでこんな風に、テールライトみたいにね、光がこうぼやーっとなるんですね。撮影方法もいろいろあるんですね、テクニックがね。夜景なんですね、これね。なんかいろんな撮り方されてるんで面白いですね、写真もね。写真の奥深さをなんかカズさんから教わってるっていうか。ありがとうございます。これもね、楽しみにしてくださってる方がいると思うので、写真もね、これからね、いっぱい過去作あると思いますので、よければね、どんどん投稿してくださいね。カズさんありがとうございました。また次ね、時の絵も楽しみにしてますね、額装込みの。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして6時のテナエさんからの投稿です。いつもありがとうございます。こんばんは、ショーチンさん。こんばんは。皆さんこんばんは。こんばんは。ライブ楽しかったですね。ありがとうございます。この間は来ていただいて。私も水墨画に挑戦しますと言ってから早3週間。一応コスモスを練習したんですが、次々と描きたいものが出てきて、今回はエズミを買って、エズミね、今じゃないかもしれんけど流行ってますよね。エズミを買って届いたので早速使ってみました。1枚目はそのエズミのカラーチャートを作ったので、皆様が興味があったら参考になれば嬉しいです。筆に水を含ませて2回こすった状態です。青は実際は何回もこすらないと色が出ません。色によって硬さ違いますよね、絵の具ってね。最初ここだけカバーしてあるのかなって思ったほどです。黄色は水で薄めても黄色ではありません。苦笑い。青も紫もよくこするとほぼ黒です。やっぱそうなんよね。なんかみんなが思う青とか黄色とかじゃなくって、墨が混ざった感じになってるんですよね。渋いというか、緑とか茶と同じで区別つきません。なので同じ条件で作りました。なるほど、ちょっと薄めて使うのがいいんかな、やっぱり。おとつい、サスの花をホルベインのオペラを主に青森、水彩絵の具だけで描いたのですが、少し派手な気がしたので、このエズミなら落ち着いた感じになるかなと期待して買ってみました。届いたので早速描いたのですが、ほぼ真っ黒です。なのでエズミの赤にオペラなどを混ぜてみました。なるほど、それも面白いですよね、混ぜて作るっていう。花びらを重ねて透明感が出ていったら嬉しいです。使い方はまだ試行中なので、これから何枚か描いていこうと思っています。乾いてきたらオペラの色合いが濃いですね。エズミの良さが半減してますよね。難しいですね。花の数も多すぎたな。こういうの描きたいと想像していたのとだいぶ違ってる。承知さんもうまくいかなくて落ち込むことありますよって言ってらっしゃった。こういう言葉は私の救いになっています。承知さんだって失敗するのだから、また始めたってだし、これもエズミの初挑戦なのだから、うまくいかなくても気にしない。気にしないとは慰めています。あとはバッグどうしよう。よく描いてから花びらや葉っぱに色を足した方がいいのかな、それとも引いた方がいいのかな。
以前は1回描いたらおしまいでした。水彩が中性できないと聞いていたので。ですが最近は描いてからリフティングしたり花や葉を追加したり悩むことを覚えました。おお、なるほど、素晴らしい。この絵も送信してから早まったと書き直している自分が想像できます。ショーチンさん、これの皆さん、アドバイスお願いしますね、ということでね。でも試行錯誤されてるんですね、頑張って。それもでも絵の楽しみの一つといえば一つなのでね、どんどんいっぱいこう悩みながら描いていってほしいですけどね。ではでは、そんなハスの花ねとエズミの詩、試したやつ見てみましょう。こちらがそれなんですね。ああ、なるほど。やっぱ薄めたら若干その色っぽくなるみたいな感じですけど、これだからなんていうんですかね、墨なんですよね、色じゃなくって。墨に色がついてるっていう、そういう認識でいた方がいいですよね。色を期待しちゃうとね、どうしても黒っぽいですよね、どうしてもね。だからなんていうんですかね、そう象徴させるっていうか、そのものズバリの色のものを表すんじゃなくって、象徴性を帯びた色にするときにこれ使えますよね。ほんまでもこれさ、書いてないと、この梅鉢、梅皿に全部黒やなこんな濃いんや色。でもこうやってなんかいい色ですね、こうやって薄めた色、ほら。あ、字もすごくお上手ですよね、60の手習いさん、びっくりした。お綺麗で、こんな感じの色になるんですね。綺麗、落ち着いた色ですね。なんか緑って言ってもほら、ほんまに黒墨みたいな感じで。なるほど、青も薄いですね、確かにね。そっかそっか、茶色が一番濃い感じがしますね。で、そんなこれを使って描かれたハス見てみましょう。わあ、あ、でもだいぶ薄めて使ってますね、これね。オペラいいじゃないですか。オペラ混ぜたことでやっぱりいいんじゃないかな、これ。ハスっぽい感じ出てますよ。自分の好きなね、色にこう調整していろんな色混ぜてね、使ってらっしゃってね。それもいいんじゃないかなと思います。確かにあれで描いてしまうとちょっとね、渋くなって、なんかこう、暗い絵になってしまうかもしれませんね。いやーでもハスのこの高貴な感じよく出てますよね。この葉っぱの水もいいな。バッグこれなくてもいいのかな、どうなんでしょうね。ちょっとなんかこう水に出てる植物ですから、青っぽい背景描いてみても面白いかもしれませんし、でもこれはこれでね、花とかがねすごくくっきり見えるので、バックなしでもいいかなと思いますね。書き込みもね、手前の方はしっかり描かれてて、後ろほらちょっと省略されて描かれてるっていいですね。60の手習いさん、ありがとうございました。今回もね、素敵な作品を送りいただいて。僕も悩みますよ、それは。それはもうだって数十時間かけた絵をダメにしてしまうこととかも日本画ではあるんですね。もうそんな時はもう明日からどうしようかなと思うんですけど、苦しい時こそ筆取らなあかんと思って僕は頑張ってます。スランプなんていうのは僕はおこがましいと思ってるので、もう突き詰めて突き詰めて絵をね、ほんとどっぷり絵の世界に浸り込んで、苦しんでる人しか使ってはいけない言葉だと思うので、僕はまだスランプなったことないんですけどね。ただめんどくさがってるだけやと思ってね、自分を戒めて頑張ってるんですけど、まあ、趣味でやられてる場合はね、その別にそんなそこまで自分を戒めてする必要はないと思うんですけど、なかなかね、自分が楽しく描けるチャンスを伺ってたらなかなか描けないものなので、そうやってね、自分を奮い立たせて描かれてるってことは素晴らしいことだと思います。僕もね、頑張って描きますのでね、六条の寺井さんもこれからね、楽しく絵を描いて続けていってくださるとありがたいですね。今回の投稿ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして、お絵描き Vlog ポキッさんからの投稿です。いつもありがとうございます。こんにちは、こんにちは。お絵描きが趣味の一般人です。ありがとうございます。寒さが少しずつ厳しくなってきましたね。小鎮様や皆様、いかがお過ごしでしょうか。自分は冷え性なんで、そろそろもこもこの暖かいスリッパを買わなくて、足先の冷えが厳しいです。ああ、冷え性の方大変ですよね。今回は自分が運営する YouTube チャンネルに新作動画を投稿したので、宣伝に参りました。今回は、暮れ滝の岩祭短尾だけで、キツネのお兄さんを最後まで仕上げることができるのか検証&チャレンジ動画となっております。なるほど。大抵のイラストの場合、ペン入れにはマーカーやマルチライナー、筆ペンなどのペン系が使用されることがほとんどですが、今回一切そういう画材は使わず、顔彩だけでペン入れ、彩色、仕上げまでやっています。おお、すごい。顔彩の線でペンの線を描かれてるってことですか。すごい面白い試みですね。仕上がったイラストをここで発表してしまうと盛大なネタバレになってしまうので、お絵描きチャレンジが成功したのかどうか気になる方は、ぜひチャンネルの方にお遊びに来てください。なるほど、素晴らしい。ちょっと期待させてこう誘導するっていう作戦ですね
僕も見たくなりました。ちなみに完成したイラストは動画内と後日ツイッターでのみお披露目となりますので、動画リンクと一緒にツイッターのリンクも貼らせていただきます。ありがとうございます。でね、この説明欄のねリンクの関連リンクのところにポキッさんのツイッターのリンクと動画のリンク貼っておきますので、どちらもねどちらもね見てくださるとありがたいです。いいねとフォローもよろしくお願いします。岩祭に興味ある方、岩祭だけでイラストを描いたらどんな絵に仕上がるのか気になる方、気軽に遊びに来てくださいね。というわけでポキッさんありがとうございました。でね、画像も添付していただいてるんですよ。じゃん、はい、あ、ここまでがね、あ、これがだから線描なんや。すごい日本画っぽいですね。だからね、骨楽器みたいな感じで、岩祭縛りのね、イラスト、この線画からどうなるのかね、ぜひぜひ気になる方ね、チャンネルにお越しください。ツイッターもよろしくお願いしますね。小木さんも頑張っておられるんでね、 YouTube これからもね応援したいですよね。というわけで、お絵かき武力ポキッさん、本日もありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして伊藤ラズさんからの投稿です。いつもありがとうございます。皆様晩は、晩はです。久しぶりの投稿です。本当ですよね。久々に絵を塗ったので、それを投稿します。スーパービジョンの新色12色を購入したので、お試しにハロウィン猫と前のスーパービジョンの比較の絵です。新色の分離はもちろん、さらに粗いひび割れ感のあるテクスチャで色も渋めです。あ、そうなんですね。これはおすすめです。おお、ラル様、画材マスターラル様からのおすすめいただきました。前のスーパービジョンの分離色も綺麗なのですが、ちょっと色が派手なので、はっきりした色が好みの人には向いていると思います。それぞれ混ぜたりしているので、分離の感じがつかめると幸いです。新色はコットマン粗め、前のはウォーターフォード中目です。分離色はパルプ紙が向いてます。コットン紙は粗めがいいです。なるほど。紙によってね、その分離の出方が違うらしいので、そこも面白いですね、実験するのにね。じゃあ、画像見てみましょう。どんなやろ。うわ、綺麗、めっちゃ綺麗ですね。あ、すごいわ、ほんまや、落ち着いた色やな。でもこれがパルプ紙なんかな。へえー、すごい分離してるわ、綺麗、面白い。このキャラクターも可愛いですよね、目つき悪いのええわ。あー、こっちも綺麗。そう、ラルさんね、僕ツイッターで見てるんですけどね、またなんかいろいろしてるなと思ってたんですよ画材買っては面白いですよね、こうやってね。何かくっちゅうわけじゃないですけど、こう絵の具をね、こうただただ塗ってるだけでもね、精神安定剤的なね、効果があると思うのでね、スーパービジョンのね、新色に興味ある方は、ぜひぜひこれ参考にしてみてくださいよ。いいですね、色合いがね。これウォーターフォードやね。これなんか明るい方の色か。うわ、これも綺麗やね。かわいいイラストも。上手やな、ラルさん、やっぱりね。これウォーターフォードでしょ？やっぱちょっと違うよね、このパルプ紙とこのにじみ方はね。こっちやっぱ渋いんか、色が。あー、こっちもいいな。でも綺麗やな、明るい色で。この黄緑とかすっごい綺麗じゃない。ほら、この黄緑の部分ね、明るい、鮮やか。いや、もう全部欲しいなだけど皆さんね、スーパービジョン興味ある方はね、これ参考にしてみてください。もう欲しいなった人いっぱいおるんちゃいます、この見たらね。着物のとことかの分離もすごい綺麗やな。ラルさんありがとうございました。これを書きにまたね、投稿再開してくださいね。ありがとうございます。ラルさんファン多いから、画材好きな方はね。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、第32回最後の投稿はエミさんからの投稿です。いつもありがとうございます。ハロー、ハローです。お疲れ様です。良い季節はあっという間に、もう寒いです。本当ですよね。秋あった、なんかほんまちょっとやったな。夏が長すぎてもう冬ですよ。10月ハロウィン好きなので、オレンジオータムということで、金木犀、収穫の柿や栗など、柿、パーシモン、あ、パーシモンっていうのは英語で言いますが、海外ではほとんど食べることがなく、見たこともなかったです。あ、そうなんや。なんか一応フルーツっていう分類なんかもしれないですけど、海外の方どうやろう、柿美味しいと思うかな。あんまり甘くないじゃないですか。なんかこういわゆるメロンとかイチゴみたいな味しないから、どうなんでしょうね。高級品なんかな、もしかしたら。海外では味アンテイストですね。手間のかからない色鉛筆でスケッチ、ハロウィン仕様用にワンコのトリックオアトリート写真です。よろしくお願いします。楽しみやな、ワンコではではね、絵の方から見てみましょうね。秋いっぱいの絵をお送りいただきました。わー、綺麗、ほんまや。もう秋やな、もうこの画面がもう秋ですもん。いやー、綺麗、色鉛筆の良さがね出てます。これ水彩色鉛筆かな。ちょっと溶けたところもありますもんね。この金木犀めっちゃお上手ですね。このね、花が細かいのでね、難しいんですけどね、うまく特徴捉えてね、この水彩色鉛筆やと思うんですけど、溶かしてね、部分部分、匂いまで伝わってきますもん。すごい、
金木犀も海外にはないのかな。これ中国原産なんですよね。でこっちが柿、パーシモン、パーシモンっていうんやな。わ、柿も美味しそうや。色もいいですね、この渋い色、お上手。でも秋といえばこのね、木の実ですよ。どんぐり、栗、いいですね。ゆみさんでもどの画材使わしても本当お上手ですよね。特徴を捉えるのがうまいっていうか、その画材の特性を生かすっていうかね。ガッシュの時ももちろんね、いいなと思ったんですけど、色鉛筆もいいですね。はい、では次、トリックオアトリートのワンちゃんの絵見てみましょう。絵じゃない写真ね、見てみましょう。もうね、もうエミさんのワンちゃんのこの写真大好きなんですよ。エミさんのね、このね、ワンちゃんはね、コーギーちゃんはね、カメラ向けると絶対この顔するんですって。だから普通の顔が撮れないらしいんですよ。さっとこう隠して撮らんとカメラを認識した時点でこの顔になるらしいので、ええわ、もうこの顔ほんま好き。もう落ち込んだ時にこの写真見るわ、もう。ええ顔してるな。何やろ、この精一杯威嚇してるんですけど可愛さが出てしまってるのがまたいいですよね。エミさんありがとうございました。素敵な絵とね、面白い写真。ハロウィンですよね。僕はもうハロウィンはこれで満喫しました、このワンちゃんで。エミさんありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、というわけで第32回も無事に終わることができました。ありがとうございます。どうでしたか、今回ちょっと長かったでしょ。たくさんの方がね、投稿いただいてありがとうございました。どんどん賑わっていくね、感じが嬉しいなと思いつつ、ちょっとね、これからどんどん増えていったらどうしようかなっていうちょっと不安もあるんですよね。いや、ありがたいですけどね、本当にね。ちょっとね、いろいろ現実的な話になるかもしれないですけど、この先ね、もっと本当に投稿が多くなって、なかなかね、長時間になってしまう恐れが出てきたら、文字数制限をね、かけたくはないんですけど、かけていかなあかん、しゃあないんかなと思ったりね、今のところまだ大丈夫ですけどね、ちょっとこれ以上多くなってしまうとね、そんなこともしていかなあかんのちゃうかなと思うようになってきました。でもありがたいですね、それだけ反映してきてるってことですからね。このね、動画だけはね、ちょっと再生回数もっともっと上げてね、皆さんに知っていただきたいので頑張っていこうと思ってますのでね、皆さんも投稿とあとご視聴協力よろしくお願いします。噛んでるじゃダメやな。はい、今回もね、秋らしい作品たちありがとうございました。ね、可愛いペットちゃんとかも見れてね、本当に。あとみんなの挑戦っていうかな、苦悩も、いろんな方からね垣間見れて嬉しかったっていうか、なんか仲間な感じがするので、僕皆さんと、あ、自分だけじゃなくて本当悩んでね、って楽しいことだけじゃないじゃないですか。やっぱり大変なこともあるし、うまくいかなかったら落ち込むし、そういうこともね、やっぱりなんか許容できる場になってね、励まし合って、作品作っていけたらなと思ってます。本日も投稿くださった方々、最後までご視聴くださった方々ありがとうございました。まあ、秋が深まってね、また秋っていうかもう冬やな、寒いので本当に体調だけは気をつけてね、皆さんは年末に向けてっていう感じになってきましたので、もう10月ですからね、明るい楽しい新年が迎えられるよう頑張っていきましょう。はい、それでは今週も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお越しやす。すいません、今回アップロード遅れてしまいましたね。ちょっと機材がなんかトラブルでね、それのせいか知らんけど、なんか僕が途中何 R2D2 違う違う C3PO かみたいなロボ声になんかなったりならへんかったりって、大変お気苦しかったと思いますけどね。最後までご視聴くださりありがとうございました。何やろな、あれ。